近鉄元2711系電車は近畿日本鉄道が製造した無害電動貨車の一形式である。改版改造を経て2両が元90型として現存する。本校では姉妹形式である有害電動貨車のモア2811型についても合わせて記述する。第二次世界大戦の敗戦直後の時点で大阪線では 三宮急行電鉄デト2100型に由来する2両の有害電動貨車とデト2100系及び大阪電気軌道デトボ1600型に由来する3両の無害電動貨車が使用されていた。これらはいずれも17メートル級の当時の私鉄向けでは最大級の大型電動貨車であったが大阪線アホ伊東で運用するのに必要となる そもそも即発電ブレーキを搭載していなかった。この時期、大阪線では、他社線と同様に、食糧難に伴う、都市部から、伊勢方面への買い出しなどで、輸送需要が激増しており、電動貨車についても大阪線全線で、運用可能とすることが求められるようになっていた。そこで、元 2700K 及び、モア 2800K の設計を踏襲しつつ、 そもそも即発電ブレーキ機能を搭載した電動貨車が名古屋の日本車両製造本店にて製造され、そもそも即発電ブレーキ付きで在来形式とは機能面に相違があることから以下のように別形式が与えられた。既存の元に2700もは 2800K の寸法を概ね踏襲し、全長 17100mm、車体長 16300mm、 最大幅 2560.8mm2570mm 25、mm、車体幅 2430.8mm2395mm、mm、となっている。なお、そもそも速発電ブレーキを常用し、抵抗器が高発熱となるため、扉や煽り度の関係で、床下抵抗器付近には防護板を側面に設置している。基本的には、 元 2700K のレイアウトを踏襲し、両端に構成乗務員室をそれぞれ設け、いずれも連結面側に3枚の窓を設け下部にアンチクライマーを装着した非貫通構造のつま面を備える。両端の乗務員室の間はすべて無害の平坦な荷台となっており、背の低い構成の煽り度を設置している。 二台部の水加防止対策として、車体の両側面床下にトラス棒を取り付け、中心部のターンバックルを回転させることで車体の反りを強制可能としているのは元2700型と同様である。ただし、技術の進歩を受けて、電気溶接による接合部が大幅に増え、リベットはつま窓の上下にのみ取り付けられた。 補強体や扉の周辺に見られる程度と激減し、元2700型では、切り妻となっていた。一方の妻面の屋根部も丸屋根に変更され、全消刀は屋根上部の中央に頭具を取り付けている。さらに、元2700型では、二台の上本町寄りに独立したパンタグラフ台が設置されていたが、本形式では、 宇治山田より乗務員室の二台側つま面から部材を突き出すようにしてパンタグラフ台を設置している。こうした仕様変更により本形式の外観は基本となった元2700型と比較して大きく変化している。モア 2800K の中でも特にモア2800モア2802の設計を基本として両運転台式の車体が製作されている。 そのため、丸屋根で、窓のない側面 2500mm 幅の硬い避を2箇所ずつ設置し、換気用として、屋根には、ガーランド式通風機を左右3箇所ずつ、計6箇所に設置するなど、同車の特徴を概ね踏襲するが、側板用部の通風機は省略されており、また、元2711型と同様に、電気溶接の使用箇所が、 大幅に拡大して、リベット数が激減しているため、スッキリした印象の外観となっている。全商灯は、元2711型と同様、屋根上部の中央に白熱電球による灯具を、各一機取り付けている。基本的な構成は2形式で共通する。元2700型やもは2800型と、 同一形式の直流直巻性粒子式電動機である東洋電気製造 TDK-542A を拡大車に2機ずつ搭載する。駆動方式は吊り掛け式で波数比は3.15。これによる定格速度は時速 47.5km であることも両形式と共通する。この t d k 四十二 a は 三宮急行電鉄時代に製造されたデニ2000系8両、及びデト2100系4両の新造時に採用された電動機で、デト2100では2800系用の4両分は各社の廃車までそのまま推移したが、デニ2000系用の8両分は1941年に同形式の8両全車が狂気化改造され、もう26251型として、 名古屋線へ転用された際に、台車と電動機を、セットで新造して交換したことで一旦予備品となり、その後1944年に、奈良線向けも650系651。655を新造した際に5両分を使用したため、本形式の新造段階では差し引き3両分が、工場に保管されていた。そもそも速発電ブレーキ付けの三菱電機。 ABF 単位スイッチ式制御機を搭載する。そのため、同型の ABF 制御機を搭載し、制御シーケンスに互換性のアルモ1400型などの直通車格形式との総括制御運転が可能である。制御機によるそもそも速発電ブレーキとともに、営動ベ弁による甘自動空気ブレーキを搭載する。 元2711.2713もは2811の3両については、産具急行電鉄でに2000型からの発生品と見られる、住友成功所系 S-33L 中高組立釣り合い良識台車を装着する。これに対し、元2712は、蛍光組立式の釣り合い良識台車を装着する。段階では、 元2711は未伝送のまま竣工、乗務員室も、上本町寄りにのみ制御機祷を偽装して、変運転台の制御車としても2200型に連結して運用された。以後の各社は伝送を施して完成しており、元2711についてもほどなく伝送が実施されている。これらは単線で線路容量の小さかった。 当時のアホ伊東の大阪線で旅客用の直通車と連結運転が可能な電動化車として単独での運用のみならずも1400系、9500型による普通列車に並結して運用されるなど様々な形で徴用された。もっとも1950年代中盤になると大阪線の貨物輸送需要は急速に減少した。そのため、 元2711.2713については、大阪線の保線工事用として転用され、1955年に、二大中央に、資材積み下ろし用電動クレーンを搭載している。1963年8月20日の、形式称号改正では両形式ともに、車両番号は変更されなかったが、形式が、以下の通り変更された。さらに、 大阪線向け新造車の投入に伴う形式整理で実施された1970年3月2日の電動化車各形式の2桁形式への改版では以下の通り改版された。その後、1976年にモア8 6が1985年1月16日付で元95が廃車となった。 車体申請後の元96元94元96の連結機が密着連結機となっていることと台車の揺れ陳情部が車体台枠よりも横に張り出す位置関係となっていることそれに荷台に標準機用の仮台車を積載していることに注意残る元9 4九六については狂気の養老専用車両の塩浜研修車庫での 定期検査の際に、桑名駅北西の東方検査場で、標準機用仮台車へ台車を交換して、自力走行ができない状態の養老専用車両を、同検査場と、塩浜工場の間で改装する際の動力車検台車輸送用貨車として使用されることとなった。 そこでまず台車を6 4 4 1系の養老線転属時に発生した近畿車両 KD-31C、主電動機を東洋電気製造 TDK-528 から 17IM へ交換、波数比は18,62イコール3.44となった。もっとも、車体の老朽化が深刻となったため、 塩浜研修車庫で代わりの車体を申請してこれと交換することが決定され、1990年に元96、1992年に元94と順次交換された。新車体は、トラス棒付けの大枠に切り妻かつセンターピラーで、区切られた2枚窓とシールドビームに等を備える、平滑な全金属製の乗務員室を乗せたもので、 宇治山がより常務員室を後方へ延長して、側窓のない機器室とし、その屋根上に、東洋電気製造 BT-42、菱枠パンタグラフを搭載している。また、荷台には煽りとはなく、狂気、標準機双方の台車の搭載に備えて、レールが4本敷かれている。荷台の最大荷重は16トンである。さらに1992年以降、釣りかけ、 式電動機と自動空気ブレーキを搭載する旧型車ばかりであった養老船へ名古屋南大阪線からの転用で WN ドライブとこれに対応する軽量高速電動機それに電磁直通ブレーキを搭載する高性能車が導入されることとなったそのため改装時にこれらの車両のブレーキが使用できるよう元四点九六についてもブレーキを HSC 電磁直通ブレーキへ変更し、在来の自動空気ブレーキ車との連結に備えて、ブレーキ指令の変換装置を追加搭載した。また、連結機も元94の名古屋より、元96の宇治山田よりをそれぞれ、自動連結機から密着連結機へ交換し、必要に応じて、元94.96の連結順序を入れ替える。 ことで在来の自動連結機付け釣りがけ車と密着連結機付け WN ドライブ車の双方の改装に対応可能としている。1999年には老朽化した電装品の交換が実施され、主電動機は 78000K からの廃車発生品である三菱電機メガバイト -3064AC 制御機は 名古屋線1 6 0 0系からの廃車発生品である、日立製作所 VMCHTB10、バーニア付け電動カム軸制御機がそれぞれ搭載され、またこれに伴い電動機指示化の形状が適合しない、ことから台車が同じく、線8 0 0 0系からの廃車発生品を改造した、近畿車両 KD-51、軽手リーレン式台車となった。なお、 KD-51K は常時、側受けが車体と接触する、側受け指示方式の台車であり、しかも大型断面の車体に対応した設計である、ことから、由良枕の側受けが、強幅車体である、本形式の台枠よりも外側に位置することになり、従来のままでは正しく車体が支持されないことになる。そのため、車体台枠の枕張りを、側張りから、 さらに突き出す形で左右に拡幅し、その両端で側受けと接触させることでこの問題に対処している。この際にそもそも測精度を付きになっている。これら2両は、富木地検索の配置となっており、通常は、塩浜研修車庫に常駐し、養老船が養老鉄道に移管された後も、 乗線車両の検査回送用として運用されており、台車輸送で大阪線を走行する場合がある。ありがとうございます。